そうめんばっかり。そんな子どもの声が今にも聞こえてきそうな夏休み中盤戦、そこでそうめん混ぜるだけメニュー、子どもの留守番にもぴったり、おいしくて誰でも簡単に作れる便利なメニューとは。やっぱり給食がない分3食作るの大変だなって思います。やっぱり1日3食作るのは大変ですよね。その分食材も必要ですし。札幌市内の小学校の始業式は再来週22日の月曜日です。親はそれまで子どもの食事を毎日3食分用意する日々が続きます。育児や家事についての情報サイト楽天ママ割が子育て世代のお母さんやお父さんにアンケートを取ったところ、夏休みで普段より大変になる家事の1位は食事の準備でした。ではそのメニューは。夏なのでそうめんとか、おそばとかうどんが、多くなってます。そうめんとか涼しい時間はラーメン、焼きそばとかも食べてるね。結局麺類か。どんなものが食べたいですか。お肉が食べたい。でも残念ながらいつもお肉というわけにはいかないんです。楽天の調査によると夏休みのメニュー第1位は2位の焼きそばに大きく差をつけてそうめん。さっぱり爽やか、調理も楽ちんなのが魅力ですが、飽きが来るのが難点です。そこで札幌の料理研究家諏訪美希子さんに一味違うそうめん混ぜるだけメニューを考案してもらいました。ツナとネギダレのそうめんです。真っ白なそうめんと淡い色合いのツナ缶にネギの緑色が映える爽やかな一品です。そうめんの具材としてツナ缶を選んだ理由は。すごく栄養もあるし手軽に入るので、お家にもストックしている方がたくさんいると思うのでこの食材を選びました。具材のツナ缶と長ネギはお好みの量で、調味料はごま油大さじ1杯に市販の白だしが大さじ1/2、チューブ入りのニンニクと塩とごまなどです。調理はとっても簡単。ツナを入れます。次ネギを入れます。チューブのニンニクですね、1センチほど。材料すべてを一つのボウルに、塩を2つまみするとキリッと味が締まるそうです。そしてごまを入れます。これで終わりです。あとはそうめんを入れるだけなんです。茹でたそうめんのぬめりを取った後、具材が入ったボウルに入れ混ぜ合わせるだけです。そうめんの茹で汁やぬるま湯を大さじ2杯入れると混ぜやすくなります。これだけで完成です。ごま油とニンニクが効いていて、すごいスタミナのあるパンチのある味になります。諏訪さん考案のそうめん混ぜるだけメニュー、続いてこちらはラーメンそうめん。家庭にある調味料だけを使った塩ラーメン風のそうめんです。鶏ガラスープの素や白だしにごま油、ラー油をなんとお湯に溶かしただけ。油分が控えめなので冷たくしても油が分離せずに美味しく食べられます。さらにだし汁とみりんや酒を混ぜ火にかけただけの梅と大葉のそうめん、こちらも冷たくしても食べられます。タレやスープは混ぜるだけ。冷たくても食べられるそうめんアレンジメニューは子どものお留守番にもぴったりです。お子様がいる家庭の方はこのようにラップで1食分ずつがいいですね。包んでもらって冷蔵庫に大体 2,3 日ぐらいは持つので。冷蔵保存したゆでそうめんは水でほぐすと火を使わずにすぐに食べられます。汁を作った状態で置いていってもらえれば、このそうめんを取り出して合わせてもらえればそのままお子様たち作れると思います。誰もが手軽に作れるそうめん混ぜるだけメニューで夏休みを乗り切りましょう。